しよし。実はオンラインお話し会ありがとうございました。ちょっと充電させたい。オンラインお話し会ありがとうございました。カラコンウィンク最後のオンラインお話し会、あっという間すぎた。カラコンウィンク最後か。あ、見て、じゃーん、ネイル新しくしました。かわいい、かわいい。そしてなんかちょっとエロい。じゃーん、めっちゃ可愛い。ちょっと可愛い系です。じゃんじゃん。今日はオンラインお話し会が13時までだったので、ネイルに行って帰ってきて寝てました。なんか透け感がある白で、透けてるの爪が、だからなんかエロい透けてるからエロいっていう発想。今日帰ってきてからいっぱい食べ過ぎた、お腹いっぱい。あ、メールでのおすすめ早速購入しましたって、嬉しい、ありがとう。ちょっと今もうね、そうカラコンウィンクが終わって、あっという間にオンラインお話し会が終わって、再来週がカラコンウィンク最後の握手会ということで、でも次のシングルの予約がねスタートしてるもんね。で、次のシングルのこと、私はちょっとまだ何も触れられてなかったのですが、おすすめというか来てほしいのは9月14、15のオンラインお話し会と9月22の握手会です。9月22の次のシングル最後の握手会がおすすめです。私が26歳になった、やだ、もう26だって、びっくり。26歳になって初のオンラインお話し会と握手会です。そう、お誕生日直後だねって。そうなの、26って自分で数字にして言うと驚いちゃうな。でも9月22は結構ガチでおすすめです。私はもう言いました、言わせていただきました、私はもう22がおすすめですよって。はにょ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 、22、私は1部2部10時20一語連番しようって、セーナとミオンってその時、あ、夜か、あれあれ夜7部8部だ、
セイナとミオンって7部8部だっけ。7部8部にセイナとミオンっています。なんか大事なこと言ったのかな、聞き逃した感。9月14、15のオンラインお話し会と9月22日の握手会がおすすめですっていう話をしました。ご飯豪華そう、その日幕張です。その日もちゃんと撮ったよって、嬉しい。お、9月15日のオンラインお話し会申し込みますって、ありがとう。今日のお昼は牛タン弁当、牛タン弁当です。黒毛和牛カルビか生牛タンだった。カルビと牛タンじゃなくて黒毛和牛牛タンと、あ、間違えた間違えた、黒毛和牛カルビと生牛タン、生がついてたよ。そう、トラジの最近 AKB ジョジョ園の焼肉弁当じゃなくてトラジの焼肉弁当。でもジョジョ園めっちゃ美味しくて大好きなんだけどさ、ちょっと2枚とかで私気持ち悪くなっちゃう。もう年、胃が胃もたれするようになっちゃう。もう多分いいお肉そんなに食べれなくなってしまった。いいお肉食べるとさ、すぐ胃が来ちゃって、しゃぶしゃぶ温野菜のお肉とかが一番いっぱい食べれるよね。ステーキも安いステーキのが好き、正直。高いステーキよりさ、なんかスーパーとかでやってるお肉焼いて、ちょっとなんか ステーキ臭いお肉好き。生クリームもなんか高級ケーキ屋さんの生クリームとかよりもスーパーで自分で泡立てた生クリームが一番美味しい。だからなんかちょっとお安い方が好きなんですよね。なんか前すごい、なんかミーオンのめっちゃ前、めっちゃ前にミーオンの誕生日お祝いをスタッフさんと私とミーオンでした時に、すごくいいお店だったからスタッフさんが予約してくれて、 AKB のね、ウニパスタのウニがもうあまりに臭みがなすぎてウニって分かんなかった。ウニいっぱい乗ってるんだけど、もうあまりにウニの臭みがないからなんか味感じなくてただ柔らかいオレンジのやつが乗ってた。ちょっと安いさ、ウニってちょっと臭いじゃないですか。それの方が好きだわ。お寿司は臭くないウニの方が好きだけど、さすがに北海道で食べたウニがめっちゃ美味しくて忘れられない。ちょっと一瞬、ありがとうございます。明日のスケジュールがマネージャーさんから来ておりました。明日は白雪姫の取材です。白雪姫のあのビジュアル撮影と
ジュラ撮影はしたじゃないですか。明日は取材だから2回目のなんか活動ですね。ちょっと白雪姫情報を明日詳しくスタッフさんたちに聞いてこないと。また髪明るいな。まあでも明日は白雪姫の衣装とかは着ずに普通に洋服で なのでそんなに白雪姫感は明日はまだ大丈夫。あ、埼玉の方でチケット取ったよって、嬉しい、ありがとう。え、今日ねちょっととある声のプレゼント制作を進めたかったんですけど、で買いに行ったの、買いに行ったんだけど、なんか写真印刷の時にね URL をね、写真印刷の時に URL を作って、でそっから写真印刷してって今までやってたんだけど、なんでか急に URL エラーですみたいななっちゃって、30分ぐらいコンビニであれできないよってなったんだけど、もうできなすぎて諦めて帰ってきた。やばい、写真印刷ができなくなってきた。なんで止まってしまった、私の作業が。太陽のせい？嘘だね。え、なんかコンビニの店員さんってさ、アプリのことわかんのかな？なんか聞こうと思ったんだけど、ちょっと店員さんがすごいおじいちゃんだったからやめた。なんかおじいちゃんはあんまり、本当にただのイメージなんだけど、あんまりアプリ聞かれても困っちゃうかなと思って。アプリなの、アプリでなんか URL やって、携帯での印刷だから、でそこで URL 送って印刷みたいな。889日連続ありがとうございます。早い、889日を到達しました。わあ、ブーくんが母の日くまちゃんタワー、ありがとう。似たようなアプリ使ってるけどたまに同じことになるって。嘘、マルチコピー、マルチコピーってアプリで写真印刷URL 作ってるんだけど、マルチコピーですか？違う？マルチコピーの URL がエラーエラーってなって、あ、そうだ、待ってうんってすごい、あ、よかった。じゃあ私の携帯がおかしいんじゃなくて、ちょっとアプリの都合もあるのか。また別日にやったらできるね。じゃあ一緒だった。なんかね、マルチコピーだと1枚の写真に12枚とかを分割でできんの。だからプリクラみたいなちっちゃい写真が作れて、それめっちゃいいんです。それをいつも私チョキチョキみんなの前でしてるんだけど、
ちょっとまた試してみよう。ではちょっとお礼させてください。ねえ、グーグル、母の日いつ？母の日、日本は2024年5月12日日曜日です。あ、今日じゃん。え、今日だ。みんな今日だよ、母の日。ぶーくん、ありがとう。母の日タワー、ありがとう。じゃん。イエイ。ありがとう。ありがとう、ブーくん。優しい。母の日だって、今日。昨日祝いました。さっき祝ってきた。えらっ！それ、一昨日ぐらいに Google に聞いていたような。なんか聞いていたの自分も記憶にあるような。え、聞いた。聞いたけど、Google に聞いたことって毎回忘れる。全然頭に入ってこない。なんか、なんだろうね。携帯で漫画読んでる感じの覚えられなさ。こう、ツーツーって感じ。だからもう時計として使うのが一番いいと思う。今何時って。聞いた記憶はあるのに、答えを全く覚えられないし、いつも Google に夏っていつからって聞いてるのに、未だに覚えられない。夏っていつからって私多分一番聞いてる。一番覚えられない。なんか私はママにご飯をご馳走しました。今何時と今日何度と今日の天気はと夏っていつから何回聞かれるんだろうと思ってる気がする。 Google 最近ドル聞かないね。え、もう高すぎてもういいやってなっちゃった。下がんないんだもん。ドルが下がらん。155円ぐらいかな今。ねえ、グーグル、ドルいくら？1アメリカドルは156円です。うわ、156円になってる。 155.78 円。へへ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 
衝撃。では明日は朝メイク配信しますって言おうと思ったんですけれども、朝メイク配信しようと思ったんですけれども、ちょっと何時に起きるかわからないので、もしする場合は AKB メールで何時に配信するかお知らせします。ではランキングを読みたいと思います。13位みくちゃん、12位さーちゃん、11位ひろさん、10位れいさん、9位ばさし、8位ようさん、7位あみちゃん、6位クリスロナウド、5位かのひのさん、4位くろ、3位大輝くん、2位和孝さん、1位ぶーくんです。ありがとう。
皆様母の日おめでとうございます。ではありがとうございました。オンラインお話し会ありがとう。